おっと、あ、どうした、ギャーって。どうもこんにちは、クロネタです。ポケモンレジェンズアルセウス続きをプレイしていきたいと思います。さあ今回は4体目のキングマルマインとの戦闘ですね。いやー、一発クリアできるかなー、かなり不安なんですけどね。あ、で、戦闘になった時は、まあ、極炎こと、翡翠爆風に頑張ってもらおうかなと思います。じゃあ行きましょう。ほい。無謀にも丸前に挑むのかい？挑みます。やってやるぜ。無謀な勇気は認める。あ、それは認めるんだ。いいかい、マルマインに会いたいするなら、止まることは死を意味するからよ。マジ？止まっちゃダメなのか。てか、翡翠マルマインってどんな姿してんだ？ビリリ玉は、この時代のモンスターボールみたいなデザインだったけど、あれを逆さにして、一回り二回りでかくした姿、なのかな？お、なんだ？これは？ビリリ玉、あ、でかっ。お、お、おー、あ、顔は変わらないんだね。マルマイン。金の玉だな。で、なんだ、止まっちゃいけないとは言われたが。あ、なんだ、なんだ、なんだ、なんか、なんかやばいの。待って。マルマイン降ってきてない？あ、マルマインじゃねえや。これビリー玉か？待った、なんだこれ。よっつ、よいしょ。ほい、レベル高いね。待って、すごい追ってくる。やばこれ。待って、あいて、待った、起き寝まするな。よいしょ。これやばいな。そうか、ダッシュか。ダッシュも使って。おい。いや、投げてる余裕がねえ。危ねえ。何それ。まずい。それはよくない。ちょ。どこまで追ってくんだよ。うおお。あ、で、ここか。頼んだ。いや、こいつやばいよ。チャンスをつかみ取れ。あ、早いな。デンジャー食らってしまったが、そうだな、瞑想積む。あ、いや、どうなんだろう。電光せっ、いや、まずは瞑想か。ちゃんと動いてくれる瞑想積みました。攻めと守りが上がった。雷、あ、当たらないよね。よし。でだ、ここで早技電光石火。よし、動いた。いいぞ。はい。で、この状態で解放者。あ、いいね、ちゃんと動いてくれる。あ、ナイス。耐久力はなさそうだな。よし。この野郎。さっきはよくもやってくれたな。待って、もうですか。くっ。いや、これはやばいって。くっ。まずい。いや、確かにこれは、止まったら死ぬな。ちょ。ステージは広いが。よいしょ。欲張るな。あと一個投げれるかなって欲張ると死ぬ。冷静に。これは時間かかってもいいから。冷静に。投げて。よし。危ないよ。で、それか。やばい。ただまあ、走ってればなんとか。
はい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 。で、ここで、極限。よし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 。いいぞ、なんとかなってる。で、また電磁波か。お、当たらない、優秀。これは瞑想せずに火炎放射、試してみようか。極限の火炎放射。あ、一撃。やはり耐久はないな。オッケー。これで半分までゲージを減らしておけば、よし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 。オッケー、あと2回ぐらいでいけそうだな。また、欲張った。ちょっと欲張った、ちょっと欲張った。どうくる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 。あ、また呼び出してるね。慌てなぐ慌てなぐ。またなんか色が違う、なんか色が違う弾が追ってきておりますが、これはなんだ。大将は同じか。増えたな。ちょっと待って、増えたんですけど。まずい。また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 。いや、範囲が広い。よし、で、行ってこい。よし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 。危ねえ、この野郎。また電磁波か。雷だと。いや、あ、ただ、あー、ここでまひったか。そうだな、これは冷静に一旦回復しておいてもいいか。よし、体力全開。あ、外したね。いいよ。ここで解放者。ナイス。オッケー。で、投げまくれ。ほらほら。よし、あと1ゲージ。よいしょ。ちょっと一旦逆に回って。早いな、若干早いね。ただまあかわしきれないものではない。あ、また、それはまずい。あぶね。よし、うっ、大丈夫大丈夫。いや、何個出すのよ。で、それか、それがちょっときついな。よいしょ。できるだけ外側走って、ここで外に出れば、はい、問題ない。はい、とどめを刺せ。さあ、どうするよ。終わっちまうぞ。いやー、当ててくんのか。まひりは？あ、しない、優秀。なら、これで、終わり。火炎放射。オッケー。で、ほらほら、オッケー、やりました、一発クリア。ほら、いやー、でもなか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 大変だな。今のところやっぱ前回のウィンディが一番難しいかもな。攻略法がね、編集しながら見直したけど、わからなかった。おお。あ、笑ってる。イカズチプレート受け取った。よし。なんたることだ。おい、見ていたかよ、ツバキ。俺はやったぞ。お、沈め玉を作ったものの、いざ神王様のご加護が亡くなると寂しい気持ちでいっぱいだよ。そういうこと？そうか、俺はマルマインが苦しみから解き放たれ、ほっとしているように見えるぜ。兄貴、そりゃ兄貴のそういう思いを投影しているのさ。兄貴の説教なんだ。ヘデモン
説教なんざへでもないが、神王様に怒られないだろうか。あ、のぼりさん、帝国通りにただいま到着。何のために戻ってきたんだよ。お、黒ネタ様と行動を共にし、いくつか思い出したことがありましてね。なんだ、何を思い出した。記憶を失う前にいたであろう世界での話。ほとんどの人がポケモンを捕まえ仲良く支え合って生きています。中でもポケモントレーナーと呼ばれる者は、己とポケモンを鍛え高みを目指し、ひたすらポケモン勝負を繰り返していました。あなたのようにね。そうすることで共に戦うポケモン、相対するトレーナーとそのポケモン、すべてと分かり合っていったのです。ポケモンと人が力を合わせて道を切り開く。ポケモンだけが強い、ポケモン必要以上に恐れる。それでは時代は変わりません。黒ネタがいた世界もそうか。そうです、そういう世界もあるのか。まあそういう世界にね、俺たちが変えていけばいいだけの話だからね。お、椿にもは分かったよ。本当に？ポケモンだけが強くなるのではなく、椿こそがポケモンを強くできるほど強くたくましくあるべきだとね。まあトレーナーが強くなるってのは間違いじゃないんだけどな。なんか違った解釈をしている気がするな。今の言葉が達成できた暁には神王様はお喜びになるのか。兄貴、金剛団に伝わる神王様の教えを話してくれ。よく聞けよ。はい。悲しんではいけない、怒ってはならない、あらゆるものを友とせよ。悲しんではいけない、怒ってはならない、神王様が悲しむ時が止まる、だ。ほう、ブラボー、スーパーブラボー。皆様、さらに精進をかざね、高みという目的地を目指し、ひた走ってくださいませ。出た。もちろん黒ネタ様の高みとは次なるキングです。まだいるんだね。次はドイツよ。あ、で、一旦村に戻るとしましょうと。黒ネタ様のようにポケモンを恐れぬ方がいると、翡翠の皆様の意識も変わるでしょう。だといいんだけどね。ポケモンは決して怖くないと。では、電木様に報告しますね。黒ネタ様、失礼いたします。はい。これまでの歴史を大事にしつつ、より良い未来のために。それが宇宙を作り、時間を司る神王様の御心なのかもな。この椿、己を磨くことでマルマインをより輝かせるとしよう。できんのか？オッケー、達成でーす。じゃあ、戻っちゃいましょうかね。あんまりこの土地の探索はできていないが、まあ、また来ることもあるでしょう。マップを開いて、じゃあここへ、ファーストトラベル。そして報告。なあ、6匹しか捕まえてないっけ。お金はどれくらい？あ、まあそんなもんか。どうですか？あ、でも、あ、まあ。次の第2ランクまであと1460。まあ、乱獲して、図鑑タスクを埋めてって、まあ図鑑をいくつか完成させればいけなくはないか。洞窟キング、マルマイを沈めたのですね。村に戻って電木さんに報告です。今回も頑張ったよ。なるほど。椿殿はキングが荒ぶるのは神王様の試練ではないかと、そう考えているのだな。その考え合っているかどうかはわからぬが、神王様とやらは、何故キングたちを荒ぶらせる。そこなんだよな。試練だとしてもさ、その末裔たちを荒ぶらせるのっ
ってどうかと思うんだよな。何か怒っているのか、それとも人とポケモンの仲を裂こうというのか。ポケモンの考えることなど人にはわからぬ。そもそも時空の裂け目とは何だ、なぜ開いたのだ。うむ、くたびれたであろう芋づる亭にて英気を養え。はい。ムベには伝えてある最高の芋餅を振る舞えと。オッケー、メイン任務、危ない山登り達成です。じゃあその最高の芋餅食ってみようかな。あ、電木のおごり、マジか。あ、たまにはいいことすんじゃん。あ、たまにはって言っちゃったけど素晴らしい香り。これほどの食欲を刺激するとは。あ、これほどにか。生活が安定するまでは節約を心がけよと、いつもおっしゃっているのに。ポケモン調査したことで材料集めやすくなったとの話を聞いたことがあるのです。ああ、じゃあ俺のおかげだね。軸の裂け目から落ちてきたあなたが翡翠の皆を助ける。不思議な話があるものですね。まず人が落ちてくること自体不思議だけどね危険な任務をこなすことで皆さんの信頼を得たのです。まさに行動は自分のイメージを映し出す鏡なのです。いいこと言うね。何を考えているか分からなくても行動によって教えてくれます。ですから黒ネタくんがどこの誰であろうと関係ないのです。調査隊の一員であり寿村の仲間のなのですと。いやー嬉しいな。最初はこの村に来た時はさ、みんなこそこそ俺の話をしていたんだよね。翌日変な格好のやつが来たよとかさ、こんなやつ信用できんのかとか言ってましたけど。あ、関さん早起きはいいよな。あ、カイちゃんもいる。早く起きたところで何かするわけでもないくせにまあそう言うなって。三毛の徳だし、電木の旦那に呼ばれたし、あれ？そうなん？あ、カイちゃんも呼ばれたと。私の方が早起きだからね。朝からうるせえな。早起きぐらいで騒ぐなよ。あんたも来るんだろ？話の内容は分かっているかな？次のキングかな？本部まで近いものな。で、電木何ですか？お前が沈めたキングクイーンは4匹。まあ大変だったけど、あと何匹いる？それが気になりますよ。翡翠の各地で荒ぶり出したキングたちの方を聞いたときは、どうなることかと心配したけど、あんたという空から落ちてきた迷い人がこうも活躍するとは、世の中わからねえものだな。お、残るキングは純白の凍土にいるクレベース。え、最後？会によれば最大級のキングということだな。出た！最後のキング、クレベースを沈めよ。さすれば時空の裂け目も何かしらの変化を見せるやもしれぬ。オッケー。真珠弾はもちろん混合弾、銀河弾で解決して、明るい未来を迎えるとしようぜ。そうしましょう。冷たい冷たい純白の凍土で待ってるよ。はい。どれだけキングを沈めようとも空から落ちてきた怪しいお前、まだ言うか。疑う人間は少なからずいる。そうなの？そろそろ信じてくれてもいいけどな。まあ少なからずだね。まあ数人、二人三人ぐらいはいんのか。まあしょうがないんだろうけど、信頼を得るため己の正義を行動で示せ。おっと、あ、どうした、ギャーって。
あ、ケムッソ。あ、ケムッソが苦手？いや、虫タイプが苦手なのか。ケーシー、テレポートでケムッソを外に出して。そんな一面があるんだ。すげえ音。なんか動きおかしかったけど。いや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 、何事もなかったかなようにしてるけどさ。無理があるぞ。無理があるぞ、島星さん。次なる調査対象のエリアは純白の凍土。翡翠地方で最も過酷にして苛烈な自然環境。赴くのであれば、第2ランクは5つ星以上。OK。そうだね。じゃあまあ、サブ任務とか探索とか、そこら辺をやりましょうか。ここはちなみに？あ、上がれんの？あ、マジで一番高いところまで行けんだ。すご。さすがにここはいけないと思ってた。あ、見えない壁があるな。なるほどな。さすがに向こう側まではいけないのか。まあ、そりゃそうだよね。でもすげえ。ここまでいけるとは思わなかった。横移動早え。便利だなぁ。大ニューラいいなぁ。デザインも結構好きなんだよね。あ、なんかあるな。あそこは？あ、これ、なんだっけ、新事故だっけ？新事故の場合はエムリットだよな。いんのかなぁ。うわ、新事故だ。ちょっと様子見てみる？偉大島もいるから泳ぐことも可能よ。よいしょ。よいしょ。おい。おっと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 。よいしょ。よし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 。で、オッケー。やばいポケモンは？いなそうだね。よいしょ。よいしょ。ありがとう。入れるのか。あ、入り口はないのか。登れんだな。あ、待って、あそこにいるの。あ、ギャラドスだ。あー、水飛行いいな。ギャラドス、ああ、悪くはないけどな。ちなみにここってさ、ポケモン出しても、あ、壊すとかできないのか。オッケー。あ、こっちにもいいんだね。あ、結構いるな。いけるか。あ、遠いか。ああ、向こうに行かないでほしいな。あ、くそ。あ、上行きすぎか。いや、むず。あ、難しい。いや、あ、当たりはしたが、あーっと、まずい。怒らせたな。こっち来るか？見てるだけか。あ、待って、レベル53。失礼しました。失礼いたしました。あ、こっちもやばいですね。ちょっと待って。オニュラ。ナイス。よし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 。ここやばいかもしれない。53って、ダメ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 。あ、で、これ以上は上がれないのかな。あ、上がれませんね。危な。よいしょ。ここは良くないね。いや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 。景色はいいけどもだな。よいしょ。一旦降りましょう。ここはまだ来るのは早そうだ。
よし。お、ムクホークか。あいつもレベル高そうだな。ちょっと待てよ。いやー、目隠し玉少ねえか。はっ、トゲキッス、待って、マジで、ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着いて落ち着いて。はっ、すげえ、これ、いや届くかな。もうちょっとこっち側行って、よいしょ、あ、いけそう。いった、お、来たー。あ、レベル44、高っ、やったー。トゲキッスは嬉しい。いやさー、俺の手持ち、地面タイプに弱いんですよ。極炎、鳴神、で、吹雪、地面が弱いからさ、飛行タイプ欲しいなと。で、竜巻はいたんだけどさ、やっぱ覚える技が少ないから、今後、活躍できんのかなっていう、悩みがあって。いいね。竜巻の代わりに手持ちに入れてもいいな。よし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 。いいぞ。今のゲットはでかい。なんだ？失礼しました、失礼いたしました。くそ、もうちょっと余韻に浸っていた、痛かったが、あ、ちょっと動きがやばい、動きがやばい、痛い痛い痛い、動きがやばいよ。よし、あ、は、え、親分ムックル、マジか、怖っ、また怖っ、スーパーボール、あ、あ、バレたか。じゃあ戦闘だ。いや怖っ。ただレベル17なら、あ、ツバメ返し、あ、まあ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 耐えれますよ。行け、スーパーボール、よいしょ、どうだ、きたー、初めての親分ゲットです。あ、経験飴落とすんだ、へえ。初めての親分ムックでよかったのかな。いやでも多分今のは自然発生だから無視するのもあれだよね。まあ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 、しょうがねえや。ムクバードのまま、戦えよと、そういうことかな。なんなら、親分である私を、育てて、親分ムクホークにして、一緒に戦わせなさいと、そういうことかい？いやー。でもな、トゲキッス。いいけどなぁ。おにゅら。よし。ここはどこだ？あ、こっち側か。ここの探索ってあんまりやって、光りました。色違い？いやぁ。石つぶってが光っちゃったなぁ。しかも、近づいてきてよ、おるなぁ。もうちょい、もうちょい。煽ってんじゃねえぞ、おい。あ、バトルだ。くそ、バレたなぁ。レベル11。まあ、ゲットできるでしょう。そうな。ヘビーボール。いけ。きたー。
初めて、じゃないか。自然発生した色違いは初めてか。いや、急に出てきたな。意外と今作って色違いいるのか。で、また親分か。あ、どうした？今日どうした？めっちゃ出てくるじゃねえかよ、親分がよ。さすがに遠いか。あっと、動くんじゃねえぞ。あっ。バレたんかなぁ。お前だけ来い。お前だけこっちに来い。ほら、捕まえてやるからな。なんか違うのがいるけど、驚かす。まあそんなに痛くはないさ。やべ、2連続はめんどくさいか。いったれ、モンスターボール。オッケー、いけますね。オッケー。 EV ですね。あれは EV だ。欲しい。ちょっと待ってね。どうだ。あ、気づかれた気がする。もう一匹いるな。どうだ。2匹同時に。オッケー。こっちは、あ、逃がすか。あー、逃げられたか。でもまあ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 、 EV ゲットはでかいね。この辺り結構探索はしていたんだがな。出現率が低いのか。だとしたらラッキー。いった！いやー、ようやくだ！いやー、かなり時間かかったな。すごい成果です。第2ランク昇格ですね。オッケー！戻ろう！で、今回は一旦ここまでにしておきましょうかね。で、まあ、次回始めるまでに捕まえたポケモンたちの整理とかはやっておきましょう。で、報告して、あ、なんか出てるな。まあ、ランクを上げて、また、新たな土地に向かうっていう感じにしましょうかね。ヌメラレベル37まで上がりました。進化までもうちょっとかな。まあ、次回もね、この子の育成はするつもりなので。よし。問題は竜巻をどうするかだな。まあそれも次回までに考えておこうかな。ではでは、今回はここまで。よかったら次回も見に来てください。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。